ます。昨日の釣りも疲れた。でももうなんかきっと回復してるからね。また今日もそうだ。リゲイン飲んどこう。昨日さ、今日の天気予報を見てたら午後から雨になってたけど、さっき天気予報見たら夜から雨になってたけど、どっちだろうね。降るのか降らないのか、まあそこが大事。まあどっちにしても天気予報なんて信じらんねえから、あとあと降ると考えて準備して早めに働こうかな。今8時15分ぐらいだけど、10時からまたやり始めて、今日はね、なんかブーストなかったね。ブーストなしで、クエスト何回にしたんだろうな。50回前後、昨日全く稼働してないから、水木で50回ぐらいやったら7000何百円とかもらえるとか、そんなんだったと思うから、55回かな。だから3日間 で今日がもし途中で雨降っちゃったら、今日中にできれば15ぐらい終わらしたい、終わらしときたいね。まあ、降んなきゃもう20超えまでやっちゃった方がいいね。で明日、明後日で、まあ、理想は20、20、15っていう感じでやれればいいかな。で、7000円ゲット。いい感じで。来週も、まあ、釣りかキャンプか行きたいから、また今週空いてる時間は全部がっつり稼ごうかなと思ってます。朝飯はバナナ。さあ、今日のうちに頑張りましょう。準備ができた。もう雨いつ降るか分かんないような感じで、今ちょっと暗くなってきてる。じゃあなってきてるのかな。まあでも大丈夫だとは思うけどね。とりあえずまあ虫が目に入るかもしれないけど。サングラス雨に濡れんのやだから、サングラスはしないでいこう。てか、ヒゲが立派になってきたね。今までね、なかなかヒゲを生やしていいっていう会社で働いたことないから、こんなに伸ばしたのは初めての体験で。若い頃はね、逆に30歳過ぎるぐらいまでヒゲは全然生えてこなかったから、ずっとまあ、最初からヒゲなんてこんなになるって思ってはなかったんだけど、まあ今会社辞めたタイミングで、ウーバーはそこら辺自由なんで、こうやって生やしてみて経験してんだけど、ヒゲってあれだね、ここまで伸ばすとここら辺味がする。食事のたびにここら辺になんかついてんだろうね。そう考えると汚いね。顔は洗ってるんで、顔さえ洗えばそこら辺は清潔になるんだろうけど、ここのヒゲいらないかもしんねえな。なんか食事してて邪魔くさいやな、ここまで伸びると。まあここはね、ちょっと生やすには理由があって、まあここもここなかなか生えてこないんだけど、輪郭がね、こうやってヒゲが生えることによって出てきて、ちょっとここら辺も太っちゃって、首と顎との境目が分かんないから、まあ、ヒゲがあればある程度そこら辺境目ができて、ちょっとシャープになる感じだと思うから、まあ、それで生やしても
ヒゲの話でした。あと30分ぐらいしたら出発しようかな。なんとかね、天気が崩れる前に20回、まあ15以上はできたいね。15以上はやりたい。今まであったものがなくなると変な感じだ。まあいいか。ここね、綺麗に繋がりゃいいんだけどね、中途半端だよね。こういう時かな。もうちょっとね、ここ濃くなりゃいいんだけどね。怪しいな。こう体動くな。昨日ね、釣りが終わって帰ってきた段階じゃ、もう明日休もうかなって、すげえ体疲れたって思ってたけど、やっぱ寝て起きると動くね。爽快だな。今日はもう雨との戦い、これだけ運動がいっぱいできる。いろいろ着込んだり、ゴアテックスの帽子とか靴とか履いたりしてると、とりあえず今10時ちょっと過ぎて出発。早くなってどんどん早く終わらせたいね。ブーストないからもう時間関係なく、とにかく来たら受けてやる、そんな感じ。お疲れ様です。ウバイスです。降ってきそう。もう空がなんか暗くなってきてる。冷たい風がふわーっと今流れてきてるしね。怪しい。めっちゃ小雨だね。だから僕の説明書きに滋賀県が吠えるから分かります。説明のコメントもありがたいんだけど、家の位置とピンの位置だけやってれば普通に運べるんで、そこだけが本当重要なんで、もし配達される方、ピンの位置がずれないようにお願いします。本当に柴犬に吠えられた。まあ俺犬慣れてるから。普通にインターホンもしかも壊れてるお宅で、まあそれも書いてあったんだけど、
犬が吠えて俺の足に鼻くっつけてクンクンしながら、犬が苦手な配達員さんだったら持っていけないな、あれ。まあ犬大好きだから大丈夫かな。お疲れ様です。ウーバーイーツです。はい。お疲れ様です。ウーバーイーツです。お疲れ様です。ウーバーイーツです。自粛解除でフレなんだか、多分パッと見た感じ全部店始まったので、フードコートが再開してた。幕張のアウトレットはまだだね。まだだったね。徐々に戻りつつあるね。第2波来ないといいね。6軒で止まったな。なんかね、そこまでなってる感じしない、ね、まあ運悪く長距離ピックも多かったけど、先週よりはあんまなってないような感じがするね。配達員はそれほど見てないけどね。なんだろうね、もう今日からみんなあれか、会社とか始まってんのか、学校も。だからか。そうかもね。本当の普通の日常に近いようになってんのかな。いやー、店が増えた分配達員減ればすげえなるかと思ったけど、なんとも言えないかな。まあ一日じゃ判断できないけどね。お疲れ様です。ウーバーイーツです。めっちゃ天気予報変わってんじゃん。もうずっと雨になってる。帰ろう。45回と59、5回で
今日で7件しかできなかったから厳しいね。明日明後日19だったら45回クリア、明日明後日24だったら55回クリアなるかな。そんなに行けないな。てか、もともと今週ずっと晴れ予報だったのに、なんで雨やねん。もう天気予報見てクエストの回数とか決めていくから、まあ変わっちゃうとちょっと困るね。本当についてねえな。住所が公園になってる。困ったもんだ。公園で玄関渡しになっていくから分かんねえな。ウェイスです。外います？行ってきます。あ、行ってきます。じゃあお預かりします。はい、あ、はい、すいません。今、配達先のピンの位置に来て、アパート名、マンション名なしだけど建物のピンの位置は部屋番号も載ってない状態で、でお客さんに電話して出ない、メッセージ入れて今待ってる状態で、残り6分ぐらいかな。すぐ雨も降ってきた。ポツポツ。この待ち時間、そうなんだ。どっちだろうな。
今ケミ側にいるんだけど、海浜幕張の方はもうなんか薄暗くなってんだよね。ケミ側の方はまだ明るいんだけど。いや、帰るか。追加でまあまあできたからね。これ9件ぐらいやったのかな。そしたら明日明後日23件ずつやればいいから、頑張ればできそうじゃね。23件ずつなら。このあんまりならないエリアでも夜がね、特にならないからね、前半で結構数稼いとかないと。雨降らないようにかもしれない。